29日中日11、1DNA、バンテリン。頼りになります。中日は、5番、左翼でスタメン出場した細川聖也外野手、25、が29日の DNA 戦、バンテリンドーム名古屋、で大暴れ。3回に敵時二塁打を放つと、6回には両リーグトップの6号満塁本塁打を左翼席へ叩き込んだ。 竜が誇る長距離砲に力強く牽引されたチームは投打の歯車ががっちり噛み合って、11対1で対象。再び、貯金生活に突入した、天性のホームランアーチストが描いた美しい放物線に、誰もが息を呑んだ。6回一死満塁。細川のバットが DNA の2番手、森結衣が4球目に投じたチェンジアップを捉えた。ふわりと舞い上がった打球はゆっくり時間をかけて、 左翼席に着弾した。両リーグトップとなる6号は自身初のグランドスラム。背番号55は余韻を楽しむようにダイヤモンドを一周した。追い込まれていた中でまっすぐへの対応も頭に入れつつ、緩い球にしっかり止まって打てました、とうなずいた会心の一発。野球を始めた記憶をたどっても満塁弾を放ったかどうかすら覚えていないが、一本で打点がたくさんつくのはいいですねと笑った。 大暴れだった。まずは3回、カリステと中田の連続的自打で3点を奪った直後の日誌2塁。相手先発ジャクソンの高め152キロを振り抜き、左中間フェンス直撃の適時2塁打。5回は1死から左前打を放って、6点目のホームイン。3安打5打点、中軸としての役割をしっかり果たした。24本塁打でブレイクした昨季以上の活躍を見せる今季。 しかし、キャンプインから心の中は不安でいっぱいだった。周囲から、大丈夫と言われましたけど、d n a 時代はいつもキャンプ終了間際やオープン戦期間中に2軍行き。だから、2月と3月は嫌いなんです。何もわからなかった去年と違って、今年はいつ降格になるか怖くて仕方がなかった。憂鬱、憂鬱、な気分を振り払ってくれたのは中田だった。 沖縄から戻り、バンテリンドーム名古屋での初練習した時のこと。球場を見渡した背番号6は、この広さの球場が本拠地で去年24本やろ。絶対自信持って A でと声をかけてくれた。打撃練習で柵越えを連発しても消えなかった不安。しかし、プロ通算305本塁打の大砲は遠くへ飛ばす力だけでなく、試合でスタンドインさせる才能を認めてくれた。 素直に嬉しかったです。もっと自信持っていいんだと、2年目のジンクスに不安を抱いていた男は今、6本中4本を本拠地で叩き込み、各球団の強打者を抑えてホームランキングの座についている。